そういう白血球とかを強くするってことですよね。そうですね。今日いた気持ちいいっていう感じが、ストレスが少なくなったからですかね。かもしれないですね。あとやっぱつま先を使うことがやっぱ最近少なくなってきたのかな。なるほど。確かにすね側がね、ありますもんね、このつま先立ちみたいになると。確かにまあ体勢とかもね、当然関係しますからね。そうです。でもふくらはぎ側がだいぶ張りがね、痛そうですね。やっぱりちょっとね、環境によって疲れる場所っていうかね、違ってきますよね。座ってるとね、もう圧迫されますからね、この後ろ側。痛いですね。見てたりでじっと座ってるような形なんですか。そうですね。長いんですね。長いんです。すごく長かったです。すごく長いですね。すごく長い。3時間ぐらいで普通はね、だいたい映画でもなんでもね終わりなんですけどね。ダンスの発表会のやつで、ね、ずっとあの音響とかそういうのやってるんで。なるほど。結構準備から入ってみたいな感じだと。そうです。撤収まで。なるほど。でずっとやっぱ神経使って。そうですよね。なるほど。そうなんですよ。そっか。お客さんでね、見に行くだけだったらまだね、あれなんでしょうけど、仕事する側ですからね。そうなんですよ。なおさらですね。
だから舞台袖にいるんで、うん、パイプ椅子なんですよ。なるほど。へえ。そうですね。なんかそんないい椅子用意できないですもんね。そうそうそう。狭いですからね、舞台袖。そうそうそう。あ、そう、ここ鼻なんですよ。ああ、なるほど。ポジの違いがあって左鼻なので、うん、まあそういうことなんですかね。まんまですね。そうですね。あ、本当ですか、はい、うん、首も最初に比べると比較的、まあ、いいとは言えないですけど、まあ、あのまた押せるぐらいにはっていうか、うん、こっちに集中してるとカメラのこと忘れてるんで ここで今肩甲骨の位置、こことここで、あ、そう、ありました、ありますかね、ありがとうございます。肩甲骨の高さが左右で全然、うんうん、右の方が高いですね。肩が上がってるんですね、右が、うん、こことここなので、うん、指幅で言ったら1本半ぐらいですかね。あ、まあ、骨盤も、うん、そうですね、まあ、若干右の方が高いかなって感じはあるんですけど、まあ、半分以上は縮まった感じですね、はいはい、半減以上はしてます、はい、腰の右が上がってますね、はい、はい、相当、まあ、減った感じですね、まあ、足もペタッと揃ってますね、あ、本当だ、はい、っていう風にはなったんで、今度は仰向けでいいですかね、はい、はい、はい、
よいしょ。寝てください。お疲れ様でした。またね、よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。哲也さんもチャンネルをお持ちです。はい。はい、よろしくお願いします。はい、ダンサーセレブ哲也でね、フリーマッサージの動画とか上げてますね。よろしくお願いします。ここで撮った動画を別角度で哲也さんも撮ってますので、はい、はい、私のよりも2台で撮ってるので、足元とか分かりやすく見やすいかと思いますので、ここで分かりにくかったやつはこちらでチェックしていただくとより楽しめるかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ではまた。チャンネル登録この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします、ね、コロナウイルスですね、はい、気をつけましょう、ね、皆さん気をつけてください、はい、では See you